皆さんこんにちは。ナビゲーターのあるかネットです。さて今回は実話を元にした映画フェラーリについてレビューをいたします。フェラーリといえば赤い羽馬として有名ですね。今回はネタバレなし、ネタバレありでチャプターを分けますので、これから映画を見ようって方は後でネタバレを見るようにしてほしいなと思います。主演はエンツォ、フェラーリにアダム、ドライバー、その妻ラウラにペネロペ、クルス、監督はフォード VS フェラーリのマイケル・マン。それではゆっくりしていってね。フェラーリの挫折と栄光、ここはネタバレなしでいきます。元レーサーのエンツォ、フェラーリは妻ラウラと自動車メーカーフェラーリを作ります。エンツォとラウラの間には男の子がいましたが、映画の舞台となった1957年の1年前に亡くなります。エンツォとラウラの間はすっかり冷え切っており、2人がいる時は画面がやたらと暗かったですね。そして当時のレースカーにはシートベルトがついてませんでした。そのためかレーサーにとって死と隣り合わせでした。前任者のレーサーがスリップ事故で亡くなったので、その代わりに入ったのがデ・ポルターゴ。元レーサーエンツォ・フェラーリは自身の経験をもとにレースで勝つ車を作りたいという思いでフェラーリ社を作りました。フェラーリ社はレースに勝つための車を作っていたので、売れる車作りをしなかったためか経営は火の車でした。フェラーリが赤い車なだけに火の車。そしてエンツォ・フェラーリには愛人リナ・ラルディと隠し子ピエロがいます。ピエロは道化師とは一切関係ありません。英語のピエールなどのありふれた名前であります。道化師の中で特にピエロが目立っただけです。ヴァンパイアでいうところのドラキュラみたいなものですね。さて愛人のリナ・ラルディと息子ピエロはいわばエンツォにとって癒しの場所でした。狂気といえる執念とこだわり、エンツォ・フェラーリの仕事に対する描写は周りの人がドン引きするレベルでしたね。夫婦生活と会社の経営、エンツォはダブルのピンチにどう立ち向かうのか。そんなこんなでネタバレ言っちゃうよ。劇場に行っていない方は後で続きを見てくださいね。それではネタバレいきますよ。 PG-12 という年齢制限がかかっていますが、最初はエロい表現かと思っていました。しかし後で述べるけど、凄惨な死の描写が特にエグかったですね。フェラーリは大レースミッテミリアで優勝しないと経営破綻を迎えるまで危機迫っていました。ラウラがフェラーリの財産の半分50万ドルを現金化しようとするときに、銀行員がうっかり口を滑らしてしまい、リナ・ラルディという愛人の存在を知ります。そしてラウラが愛人リナ・ラルディの家に行ったら古びたおもちゃを拾い上げます。それは自分の息子ディーノが生きていたときに遊んでいた車のおもちゃで、エンツォには男の隠し子がいるとラウラが知ったのでした。前半の家族ドラマはなんだか東海テレビの昼のメロドラマを見ているような気分でしたね。車に対するこだわりはピカイチだっただけに、家族描写にもやっとしました。レース中のシーンでは危機迫った描写がすごくて、映画館の広いスクリーンで車のコックピットにいるような気分にさせたりもしました。力の構図も見事で熱いレースを彩ってくれましたね。見てみりゃは行動と一般車を巻き込んでの大レースでした。ただ感情移入しづらかったのはレースカーが揃いも揃って赤い車だったせいもあります。史実が赤い車しかなかったのなら仕方がない。ポルターゴが乗った車が何かを踏んづけてしまい、スリップ事故が起きました。見てみりゃのレース中に観客を巻き込んで11名が亡くなるという悲惨な事故が起きますが、
その現場の描写が凄まじかったですね。ドライバー、ポルター顎の上半身と下半身が分離していて、文字通り全身を強く打って死亡したの通りです。そしてイタリア政府はイタリア縦断レースニッテミリアはこの年を最後に中止されます。さすがにこの映画を見た後はワイルド、スピード、マッドマックスとは逆にゆっくり安全運転で帰ろうと思いました。そしてラウラは銀行から50万ドルを移動してマスコミに口止め料を支払うんですが、この時のラウラって頼もしいと思いました。ラストでエンツォが先に亡くした息子ディーノの墓参りにピエロを連れていくところはさっぱりしました。家族が認め合う時間が得られたと思います。そしてエンディングでその後エンツォ、フェラーリはレースカー作りを諦めることなく開発に没頭して19歳のピエロをレーサーに迎えました。そしてラウラの死後、現在ピエロはフェラーリの副会長になったとか。以上ネタバレになるところでした。最後にまとめです。フェラーリの会社経営が傾いた時に最後のチャンスとばかりにミッテミリア、レースにかける情熱、1957年があまりにも濃厚だったと思います。当時はシートベルトなどの安全装置がなかったので、車がこんなに危険なものかと再認識させられました。安全装置があるおかげで今日も明日も走れることに感謝いたします。なんだかもやっとする映画でしたが、完全なるハッピーエンドじゃないのが今風だと思いましたね。軽度のストレスを与えたり、絶望描写がすごすぎたけど、最後のカタルシスまでが中途半端だったように思えます。今まで電気映画といえばボヘミアン、ラプソディとかナイキのエアーとか、シムレーサーが本物のレーサーになるというグランツーリスモなど、いろいろ見てきました。その中では爽快感が少ないのが残念でしたね。爽快感を得ようと思ったらこの映画は向いていません。事実を淡々と言っているだけですからね。ただミテミリアのレースは圧巻の一言なので、そこが楽しめたらチケット代は取れたかと思います。興味がある方はぜひ劇場でご覧ください。これでゆっくり解説を終わります。いやー、なんだかもやっとする映画でしたが、フェラーリ帝国が起きる前の話なので仕方がない部分がありましたね。赤い羽馬フェラーリ、レースで無双するのはこの後です。作中、ジャガーは売るために走る、俺は走るために売るというセリフにフェラーリの生き様がしっかりと残っていると思います。最初は思うようにいかない、私もそんなものかと思っていました。私は英語ゆっくりの実験をやった時に日本人の視聴者のことを考えていませんでした。大変申し訳なく思っています。これからは日本語で進みたいと思いますので、これからも見てやってくださいね。もし少しでも興味深いと思えたのでしたら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。私はナビゲーターのアルカネットでした。ご視聴ありがとうございました。それでは次回もゆっくりしていってね。